まあ、あなた、どこから来たの？かわいい猫ちゃん。よっ。さ、私はこれからお仕事なの。おとなしくしててね。おお、よく帰ったな。はい、父君。何？あなた何なの？それは、花が源氏物語を読めばわかりますよ。ない、物語の下書きがない。あのお方は幸せだったのでしょうか。私、もっとあなた